おはようございます。釣り子 TV です。これついに発売開始してましたね。メガバスのアイバイアイフューリアスっていうことで、これに名前書いてありますけども、勝高今江ゆき伊藤って書いてありますね。あの今江勝高選手とメガバスの代表のゆき伊藤さんのコラボレーションプラグということで、非常にね、長い開発の年月がかかって、いよいよね釣り具屋さんで手に取ることができるということで、早速ね一つ買ってきてみました。パッケージはねこんな感じで、カラーはねこういう DD セクシーシャットっていうカラーを買ってみましたよ。でこの 0.5 って数字が見えますけども、 0.5 っていうことで50センチまでのレンジを気持ちよく引けるこんな形のシャドミノーね、そんな感じのルアーなんですけども、ここに あと LBO2 が搭載してますよっていう LBO の説明がありますね。 LBO システム搭載により、最長飛距離 20% アップ、超低抵抗ウェイトが生み出す完全インパクト、瞬時に泳ぎ出す脅威のアクションレスポンスっていうことでね、こういう、まあ、ウェイトがシコーンってね移動するよっていうのがこのボディの中に入っているね。こんな小さなボディの中にねこの LBO2 っていう、重心移動システムが入ってるんで、バヒョーンとね小粒だけど飛ぶよっていう、こういうことですね。でパッケージはまあこんな感じで見ていって、まあ裏にはいろいろと書いてありますね。で上州屋さんで買ってきて2178円かな。小粒なのにね2000円を超えてくるね、なかなか、高級ルアーでございますけども、じゃあ早速出してみたいと思います。はい、開封してみましたけども、いやー綺麗なこの顔つきがまずいいですね。なんと言ったらいいのか、メガバスならではの造形なんじゃないかなと思いますけど、魅力の顔つきで、これねギミックですよね。頭にこういう感じでほら穴が開いてるね、エラブタの下に抜ける穴が開いていて、名前はこんな感じで書いてあって、でフックね、腹回りで基板リップですね、こう小さなね、スクエア型の基板リップがついていて、やっぱ気になるのはこの頭の機構ですよね。この頭の穴に水をこう取り込むことによって、この水が下にこのエラブタの下に吐き出されることによって、沈もうとする力をこう平行に浅いところを行くようなね、こういう力に変換して、それによって、0.5 ってね、まあ、50センチぐらいの浅いところをパワフルにね泳ぎ切るっていうね、こういう機構みたいですね。このねスーパーギミックがついていて、浅いところを気持ちよく引ける、この手のルアーだと今勝のね名作激浅シャットがありますので、その激浅シャットのもうライバルになるんじゃないかなっていうね、それをあの今江勝高選手がなんていうかプロデュース、まあ、テストとかね、OK かダメかとかね吟味して作られたメガバスのこういったシャローランナーっていうことで、非常に楽しみなね仕様なんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、まあいろんなカラーが出てたんですけども、なんかねこのメガバスのセクシーシャットね、特にこれほんと細かいこの鱗の感じとか顔周りのこの感じとかね、もうちょっとなんだろう、やぼったいというかベタ塗りのカラー買おうかと思ったんですけど、どうしてもこのセクシーシャットがね綺麗だったんで選んでみましたが、ちょっとね裏の方の説明書きを読んでみると、アイバイアイフューリアス 0.5 今江は猛烈なスピードで逃走するベイトに対するバスの襲撃本能を極限まで引き出すエレメントを求めていた。そこで伊藤はバーチャルリップとして革新的機能を発揮するハイドロストローミングを追求したデザイン、メガバス独自のウォータースルー機構がもたらす
ハイドロダイナミクスがアクションを創出、オーバーレンジの、制御をしています。リトリーブ時、頭部のインテークから取り込まれた、水流はボディ内で加圧され、流速を早め、アクションのハイピッチ化と、直進軌道のスタビリティを格段に向上させます。ハイスピード時にはエラ下に設けた2つのダクトから、流速を高めた水流を、下方へ排出、ルアーを必要以上に潜らせず一定レンジを長くキープさせます。リトリーブの、長距離化と高速リトリーブによって生じるオーバークランクを、過剰水流の排出による、減圧で操作するハイドロダイナミクスは圧巻。ハイスピードでも軽快な巻き心地と一定、浅い層に張り付く高いスタビリティを発揮、スーパーショローを長く保持したい超高速巻きの釣りを実現します。で、モデルこれ 0.5 ですね。震度マックス 50cm のスーパーシャローランナーで、超高速明滅を圧倒的レスポンスで発揮、ハイピッチオーバーロールアクション、従来シャロークランクで攻めあぐねた超シャロー域をパワフルな波動と明滅で銃弾攻略ね。そんなようなことがこの後ろにね書いてありますけど、メガバス好きにはねたまらないこういろいろな、説明が書いてありまして、まあこの穴に水を取り込むことによって下にブワーっとねこう水流を出して潜りすぎることなく浅いレンジを、引き倒せるっていうね、こういう性能みたいなんですけども、使いたいのはね、今活の激アサチャットなんかでもあったんですけども、バックウォーターね、結構ダムなんかで浅いところにね、行って、でもうそういう浅いところでベイトフィッシュを探してうろうろしてるバスに対してものすごい速さでねこう横をブーって走らせて、思わずねパッてね気づかして食わせる、そんな展開の時にねこの手のルアーねすごい活躍してくれるんじゃないかなと思って、だからそうですね、まあこれからのハイシーズン時期でバックウォーター周りも一度は覗きに行くよ、そういうタイミングでねこれをボックスに忍ばしておくと絶対ね活躍してくれるんじゃないかなね。従来だともうちょっと細身でリップが小さいねミノーとかをちゃちゃって動かしてねそれで食わしたりっていうのが多かったんですけど、まあ例えばメガバスのルアーで言うと80ジュニアをこう竿を縦にさばくアクションとかで、逃がしのアクションっていうんですかね、それで食わせたりすることが多かったんですけど、そういうところをただ巻きで素早くタッタカタッタカタってね攻めることができるようになるんじゃないかなっていうことでね、がぜん注目なわけでございます。釣り具屋さんにねこれとあと 1.5 っていうモデルがね、今並んでいるんで、気になる人はね早めに好きな色を買った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、自分はね、結構カラー揃ってたんでこのセクシーシャットっていうカラーを選んでみました。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、メガバスと今井勝隆選手の奇跡のコラボ、アイバイアイフューリアスね、これの 0.5 これをね開封してみたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。